戦争っていうのはお互いがメリットがないと思ってる時でも勢いで起きることがあるわけです。勢い。第一次世界大戦見てください。サラエボでオーストリアの皇太子を殺すことに何のメリットがあったと思います？そしてその後オーストリアの皇太子殺されたわけですから、あのセルビアがごめんなさいと言って賠償金払うと、そうすれば問題処理するはずなのにえいと開き直るわけでしょ。それで世界戦争になって、それが4年間続くわけですよね。あの随分昔の話、江戸時代でしたっけ、あの、はい、ロシア皇太子でしたっけ、はい、があの日本で切られちゃいましたよね、警官に、はい、その時に日本政府がやった須田順三ですね、はいはい、やった対応ってのはとにかくごめんねっていうふうに言って戦争起きないようにしたわけですよね、はい、当時のロシアという超大国に対して。でまあその時の対応は今当てはまるかどうかわからないけども、今はもう少し冷静になるべきだっていうの佐藤さんは思ってらっしゃる、ね、そう思います。ですからあの勇ましいことを言うのが愛国っていうことではなくて、現実に戦争を起こさず尖閣諸島の日本の領有権を担保すること、これなんか戦争を起こしたらですよ、尖閣戦争のもとになるから国際関連するなんて、これアメリカ言い出しかねないですよ。はあ、先端を切らせないために。そうですよ、国際関連、世界の警察アメリカがこれあの管理しますと。アメリカは中立ですからね、はい、このことに関して言ってもね、領有権の問題に関しては中立ですから、安保の適用範囲だっていうことは言ってるけども、しかし領有権云々の話に関してはこれ中立ですからね。もし例えばの話ですよ、そのアメリカが持ってる久場島と大正島ですね、はい、大正島、この2つの島に対して中国がなんかうっかりミスでもしようもんなら、アメリカは大変なことになります。アメリカも例えば空母をそこに派遣するとかする、やらざるを得ません。アメリカが管理してる島だから、はい、アメリカの基地に対する攻撃ですから。あの今ホルムズ海峡が緊張してるって話もあるんですが、この尖閣諸島についても今相当緊迫してる。だから尖閣諸島に対して日本が必要もないのに国内的な事情から人為的に緊張を作り出してるっていうのは国際社会の見方ですよね。ですから世界秩序の攪乱者みたく見られてます。それは石原さんがそういう人なんだと言っても、それは世界には通じないんです。なんで総理を抑えられないんだと。だから今一生懸命抑えようとしてるわけでしょ、国で勝って。その意味ではあの政府は一生懸命やってるんですよ。ナショナリズムって怖いんです。より過激な方がより正しいんだってなってくるのがナショナリズムなんですね。それをどういうふうにして抑えることができるかってことは、これが真の国益になると私はそういうふうに考えます。はい。